伊潤、日産自動車吉田海、去年と同じ顔合わせ。去年はゲームカウント4対1で水谷隼、史上最年少17歳7ヶ月でタイトルを取りました。連覇を狙います。リベンジなるか。2年ぶり3回目の優勝を目指す吉田海、こちら赤のユニフォーム日産自動車。水谷の現在の世界ランキングは29位。まあ、北京オリンピックにつながるアジア大陸予選の代表にも選ばれています。宮崎さん、この水谷もですね、はい、有力な候補の一人と考えていいですよね。はい、そうですね、もう日本の代表権は獲得しておりますので、はい、ぜひ香港で行われるオリンピックのアジア予選通過してほしいですね。うん、その勝ち上がりご覧いただきましょう。第1シード4回戦からの登場となりました。6回戦、青森大学の坪口に、まあ、最終ゲームまでもつれるという接戦を演じましたけども、最終ゲーム8と10で負けておりました。はい、そこから粘って逆転してこの決勝に駒を進めました。そうです。まあ、この6回戦以外はですね、安定した戦いが目立ちましたよね。そうですね、まあ、一番困ったのが最後の準決勝でしたね。うん、はい、まあ、先に2ゲームを落として、その後4ゲーム連取して逆転で勝ち上がっています。はい、対するこちら吉田海、世界ランキングは51位。まあ、去年は水谷にゲームカウント4対1で敗れましたが、これから行われます、その前、さらにその前と、はい、優勝しています。その吉田の勝ち上がり、こちらは苦戦したのは5回戦。そうですね、元のナショナルチームの村森選手に大苦戦しましたね。はい、まあ、ここもですね、終始相手にリードされる展開だったんですけども、ここをよく踏ん張りました。その後は、まあ、落としたゲーム1ゲーム、そしてラブゲーム2ゲームという形で勝ち上がっています。そうですね、準決勝大谷選手に少しこう追い込まれたところはありましたけど、実力で勝ち上がってきましたね。うん、はい、男子シングルス決勝が始まります。連覇かそれともリベンジか。手前、その水谷のサーブから始まります。いいレシーブしましたね、出足から。最初のサービスを難なく返して、その後ペースを作っていきました。そうですね、こういうレシーブが続けば吉田のペースになるでしょうね。うん、ネットです。水谷のポイント。今吉田としてはどうでしょう、ちょっと決め急ぎましたか。いや、1球目いいレシーブだったので2球目は少し捨ててもいいというぐらいで思い切ったと思います。はい、いいと思いますよ。吉田のサービス、ネットにかかりました。去年よりも吉田の方は落ち着いてるような感じですね。ラリーが続く。2対2。エッジボールになりました。はい、まあ、今もね、水谷が点は取りましたけど、吉田はいいレシーブをしましたね。吉田のポイントです。3対2。はい、水谷のポイントですね。ネットです。あ、そうですね、エッジが入りましたからね。第一ゲームはよく探り合いと言いますが、この序盤の立ち上がりどう見てますか。はい、いや、どちらかというと吉田の方がいい立ち上がりをしてますね。はい、特にそのレシーブがいいところですか。そうです、はい、もうサービスからはね強いんですけどね、もうレシーブさえうまくいったら吉田のペースですね。強烈なドライブが持ち味の吉田。はい、このドライブです、アウトになりました。水谷のポイント。今のもゲーム展開としては吉田が握ってましたよね。そうですね、決まりました。今のが持ち味。あのドライブがずっとこう決まり出すと、さすがの水谷でも厳しいと思いますね。ただし、まあ、水谷の雰囲気を見て分かる通り、全く慌てない選手ですからね。高校3年生とは思えない選手です。得意のサービスから水谷、決まりました。今のですね、今のサービスを
今のような甘いレシーブをしてるとチャンスはなくなってきますね。1ゲーム11点で争われます。この全日本選手権7ゲームマッチ、4ゲーム先に取った方が優勝です。よく落ち着いて処理しました吉田。ネットにかかったんですけれどもうまく合わせていきました。そうですね、これ今水谷のサーブ出ましたけど横回転なんですね。去年まであれをつついてたのを今回は払ってきてますよね。戦術を変えてきてます、去年とはね。ロングサーブですね。去年は見せなかったロングサーブを今年は多く取り入れると思います。はい、まあ、私どももそういうナショナルチームでね、吉田に指導をしてきましたからね。アウトになりました。ちょっと水谷も去年とは違うぞというところでしょうかね。そうですね、この 1,2 本でこのゲームの流れが決まるんじゃないですか。この1ゲーム目の流れが、去年は史上最年少17歳7ヶ月でこの全日本シングルを制覇しました水谷、うん、これもドライブのラリー吉田。ラリーの展開になりますといずれも吉田の展開ですね。そうですね、水谷が吉田のバックにしか行ってないんですよね、うん、もう少し相手のフォア側に大きく振り回すラリー展開に持っていかないとバックは潰せないですね。水谷のポイント、もうちょっとその水谷としてはその左右に振っていきたい。そうです、はい、吉田は動き回る選手ですから逆に大きく動かした方がいいんですね。今の水谷のサーブをご覧いただきました。微妙に変化しています。そうですね、まあ、カメラであんまり詳しくやられると水谷の秘密がバレるというところじゃないですか。エッジボール、そうですね、うまいことフォアの方にね振り回したんですけどエッジボール入ってきましたね。9対6、あと2ポイント取りますと第1ゲームは吉田が取ります。アウトになりました。吉田ゲームポイント。まだ吉田のペースで進んでますね。そうですね、水谷得意のサーブで流れを変えたい。まだ探ってるところじゃないですか。こういう感じですね、今みたいにフォアに揺さぶっといて打たしといて止めてバックを潰すと、このパターンを多く取り入れたいですね水谷は。卓球はラリーポイントですのでゲームポイントは続きます。またフォアに行った。そうですね、これですね、はい、もう吉田は必ずこれで決めたいですね。あ、ナイスボール、決定機は緑にしっかり打ってますね。この第1ゲーム水谷は初めて連続ポイントを挙げました。ラリーが続く、体勢崩れた、ネットにかかりました。第1ゲーム吉田が取りました。もう最後の一本に象徴されるようにラリーが続いても水谷はずっと相手のバックに行ってるんですよね、あそこ一本フォアに行って吉田をフォアにこう揺さぶってからバックを攻めたらいいんですけど、詰めてるみたいで吉田は詰まらないんですよ、フットワークがあるから。吉田もですね体勢を完全に崩していたんですけれども、はい、そう見えるんですけど、本当は崩してないんです、これ得意なんです。はい、ワンコースだけの勝負になってますね、これは。そのこのシーン、はい、あ、崩したと、確かに踏ん張ってますよね、はい、踏ん張ってます、崩してないんです、何本でも来ますあそこからは。こういったラリーの展開になりますとドライブが得意の吉田のゲームになってしまいます。そうですね、ですからサービスから崩すのと相手のフォアに揺さぶるのというのを水谷は徹底してやってもらいたいですね。1秒間に500コマ撮影できるウルトラハイスピードカメラでそのプレーご覧いただいています。このドライブのラリーの様子、この水谷のスイングいかがでしょう。あ、綺麗なスイングしてますよ、うん、はい、ですからあとはその攻め方の問題ですかね。そうですね、得意のサービスを、まあ、吉田に返されてその後どういう組み立てをするか。そうですね、あのサービスのコースも少し考えた方がいいと思いますね。今あの吉田が思い切ってこうレシーブしてきますからね。
第1ゲームは吉田海が11対8取りました。第2ゲームコートが変わります。手前が吉田、ネットワンダウン。まあミスしましたけどいいですね、ああいうフォア前から攻めるっていうのは。ネットにはかかりましたが少し攻め方を変えました。はいはい、そうですね、はい、ネット際ネット際と攻めてきます、はい、こういう攻め方はいいです。まだ18歳ですけれどもね、はい、そのあたりのその落ち着き、ゲームの組み立て、この展開は吉田ですから、簡単にドライブを打たせてはいけませんね。そうなんですよ。それにしても今日の吉田はそのドライブが走ってますね。大したもんです。これもネット際、はい、うん、今みたいなサービスを多くしたいですね。フォア前に行くんじゃなくてバック前に行く回数も多くしたいです。今ネットにかかりましたが水谷のレシーブはどうだったんでしょうか。いや、水谷は普通の下回転のサーブ出したんですけど、吉田のレシーブが長く思い切ってきたんですね。これその後ラリーに持っていこうという吉田の作戦ですね。これもネット、吉田のポイント4対1、3連続ポイント。この第2ゲーム序盤も吉田のペースと見ていいですか。そうですね、いいですね。今フォア側に大きく振りました。はい、はい、まあ、水谷は今の短く来たらフォア前止めて、長く来たらフォアに持っていくという、まあ、いい戦術ですね。流れを止めて得意のサービス、水谷。アウト。どうもこう水谷はですね、アウトになるケースが目立ちますが、これはどうしてなんでしょう。そうですね、今吉田の回転に押されているというところですね、うん、はい、それだけ吉田が調子がいいと見ていいですか。そうですね、ネットに当たって相手コートに入りますとノーカウントでやり直しサービス、うん、これも長い、うん、ちょっと見てて分かるように吉田選手の気迫、ここにも少し水谷選手がちょっと押されてるような、ね、飲まれてるような感じが見受けられますね。そういったところも大きく影響しますか。はい、精神的なところ大きく影響しますね。相手は18歳の高校生、対する26歳吉田海。今年の決勝は水谷のサービスを攻略してここまでいい流れ、返したがネットです。水谷連続ポイント、はい、しかし水谷は本当にただもんじゃないんでね、なんとかするかもしれませんね。ナイスボール、このラリー。今の水谷のサーブが少し出たとき、いきなりドライブですね。いいプレーです。あ、いいレシーブ、アウトになりました。ポイント水谷。水谷は左のシェイクハンド、そして吉田は右のペンという、まあ、はい、異なるタイプの選手ですけれども。そうですね、ですから線型も少しずつ変わってきますね、はい、吉田はなるべくフォアハンドのみでフットワークを使って、フォアハンドで打ちたいと、うん、水谷は両ハンドで打つということですね。セブンシックス、じわじわっと点差を縮めてきています。吉田ロングサーブでも行きたいですね。さあその長いサーブ決まりました。今のはその前のサーブが良かったですか。いや、その前のサーブがね、あんまり良くなかったので、まあ、今回ちょっとサーブを変えましたね、はい、はい、成功しました。はいはい、ちょっと今決めに行きましたがネットにかかりました、水谷の横回転サーブですね。もう目をつぶって打ったというのはレシーブでしたね。この水谷サーブがいいと言われますが、この世界と比較してみたときにいかがでしょうか。いいですよ、世界でも十分通用するサーブです、うん、上位のサーブです。ただし今の吉田のレシーブ、これは本当に研究してきましたね。水谷を研究してきました、うん、はい、ゲームカウント9対7、第1ゲームは吉田が取っています。
アウト。吉田、この第2ゲームも先にゲームポイントを取りました。流れは変わりません。あ、ナイスボール。今みたいな戦い方をしたい水谷。そうですね、一本目つないできますからね。このボールをフォアにガンと行きたいですね。これが一本あることによって吉田も回り込めなくなるんですよ、はい。あとこのサービスですね。今横回転に山張ってるから下回転の方がいいですよね。回転どうか、ね、ラリー、吉田もう一回返した。アウト。水谷のポイント。会場も息を呑むようなラリーが続きましたけれども、すごいラリーですね。さっきと同じように少し下回転混じった方がいいですね。いきなり払われるよりは。10オール10対10になりますとデュース、2点差をつけなければいけませんが、また下ですね。はい、吉田が取りました。第2ゲーム速攻を見せました。そうですね、水谷思い通りのサーブを出して、吉田もあまり、ね、思い切ったレシーブはできなかったんですけど、4球目攻撃でね、思い切ったバックハンドを打っていきましたね、吉田はね。まあ、下回転を出してストップ、ダブルストップ、あ、これは違う、もう一個前のそのラリーですね、はい、ここ、まあ、水谷も左右に振ってそれをよく追いついて、そうですね、今度はフォア側のラリーになって、そうですね、すごいですね。まあ、ここは水谷のポイントになったんですけれども、さあ第1ゲーム第2ゲーム吉田が取りました。7ゲームマッチで4ゲーム先に取った方がこの全日本選手権優勝ということになります。何か去年の決勝とはまるで逆の展開になってます。そうですね、今のベンチの顔を見ても吉田は少しね、笑いが出て、余裕があるような感じでしたね、はい。まあ、去年は水谷のサーブに歯が立たずにペースをつかめませんでした、はい、2年ぶり3回目の優勝を目指す吉田海。さあ第3ゲーム、これ水谷としては取りたいゲームだと思うんですけれども、そうですね、どう何か攻め方どうしていったらいいんでしょうか。2ゲーム目の後半に下回転から入りましたけど、あの戦術を多く取り入れるんじゃないかなと思います、はい、水谷とサーブラブオー。第1ゲーム第2ゲームはその得意のサービスを返されました。水谷、これも下回転、はい、うん、今の攻撃ですね、はい、そうですね、今下回転でも逆下回転ですね。このサービス手首を反対に入れて、なかなかこれは出せません。もう中学生とか高校生がもう是が非でも真似をしたいサーブですね、このサーブ。やおれ、あー、すごい、ネットにかかりました。相手のサービスから1本取ったこの吉田の1点の意味は大きいですね。大きいですね。第1ゲーム第2ゲームは吉田が取りました。その吉田のサービス、ロングサーブ来ました。ワン、ツー、水谷のポイント。振っていったんですけれどもアウトです。そうですね、考え方としてはいいですか、水谷は。うーん、1球目がバックだったでしょ、はい、それを打たれてフォアに揺さぶったんですけど、1球目からフォアに行った方がいいかもしれませんね、はい、いきなり持っていって、これは水谷のペース、よく返している吉田、アウトです。今のは完全に水谷のラリー。そうですね、でも押し込んだのにすぐフォアにもう一回持っていたっていうのはちょっと危ないところありましたね。こうですね、ここはもう一回バックに詰めたいところだったんですけど、はい、うん、すぐフォア、これ吉田強いんですよ。でもよく返してますからね、はい、こういったところからもその吉田の動きの良さというのは感じますか。そうですね、動きの良さ、今日の本日の調子の良さですね、はい。まあ、この高校生若い水谷が注目を集める中、この吉田なんですけれども、どうでしょう、オリンピックということで見たときにこの実力。
そうですね、まあ、この大会を優勝すればそういう目が出てくるんじゃないでしょうか、はい、そういった意味でも非常に大きな大会になります。そうですね、はい、アウト、はい、水谷3連続ポイント、初めてこの3連続ポイントでしかもリードをしています。あ、ナイスボール、ね、もうリターンエース、もうレシーブエースもやっぱりフォアですよね、まあ、フォアハンドの方を数多く攻めた方がいいですよね。やっぱり1球目から吉田は回ろうという姿勢がありますからね。でサービスはもう全部変えましたね、このヤンジェネサービスに。ヤンジェネサービスというのは、まあ、ヤングジェネレーション、若い時代、うん、で最近の若い選手がよく使うんですけど、まあ、よくヤンジェネとか YG サーブとか、なるほど、ね、卓球界では呼んでるんですけど、手首を反対にこう入れて出すサーブ、これは通常のサーブですね。このドライブ本当にあの吉田調子がいいですね。そうですね、これは普通 のサービス、今のは普通に打ったんですけど手首を逆に返すこともある。そうなんですよ、これはその手首の柔らかさ、そのボールたちの柔らかい水谷ならではの。そうですね、あの日本でもそんなにできる選手多くありませんね。今のはミスですか。まあミスですね、まあ、ここはしっかり水谷に行きたいですね。吉田3連続ポイントで1ポイント差まで迫ってきました、はい、セブンファイ、いいレシーブですね。今ただ単にこう払ったのではなくてナックルで払ってるんですね、うん、はい、だから当てるだけではネットミスするというところです。あ、ね、アウト。さあその得意のサービスで流れをつかむか水谷。また一緒みたいなサービスですよ、また浮いた、あ、ミスですね、ちょっとミスしてしまいましたね、かなり浮いてたんですけどね。ただどうでしょう、水谷としてはそのサービスを変えたことによって徐々にペースはつかみつつありますか。そうですね、はい、1ゲーム目2ゲーム目みたいなレシーブは加わなくなってきましたね。これもナックルで払いましたね、水谷は。リターンにちょっとずつ変化を加えることによって、そうです、相手のミスを起こさせるということですね。逆を狙いましたか、はい、アウト。ナインセブン、第1、第2ゲームを落としました水谷、まあ、準決勝でもそういう展開ではありましたが、いいコースをつきました。そうですね、ゲームポイント。であれは普通の選手だと回転かけるんですけど、水谷はナックルで今ドライブできるんですよね。で吉田は落としてしまいましたけどね。11対7、第3ゲームは水谷が取りました。ゲームカウントは2対1。そのたびたびナックルという、うん、はい、その球の回転、これ具体的に言うと、はい、無回転ですね、無回転もしくは若干下回転気味のボール、うん、ということですね、はい、第3ゲーム水谷が取りましたが、その10点目ご覧いただきましょう。このドライブ本当は、ね、あの1秒間に100回転ぐらいするようなボールなんですけど、今のボールは本当にもう少しの回転のドライブなんですよね、うん、ドライブかというような振りで、しかも無回転のサービス、 あんまりドライブがかかってなかったということですね。これね、ここです。あ、確かにその、ね、もうボールの文字がはっきり見えるぐらい回転数は落ちてます ね、 そうですね、そうです。これが水谷得意のナックルドライブですね、うん、これを今みたいに強固に、打ちに行くと落ちてしまうから、それを合わせる、合わせると水谷が攻めてくる、まあ、こういうナックルドライブの使い分けっていうのは昔のね、あの有名選手だとワルドナーとか、そういう選手はいるんですけどね、日本では少なかったですよね、こういう技が使えるのは。ましてや高校3年生でね、うん、こういうテクニックがあるとはね、恐れ入りますよね、まあ、去年は史上最年少17歳7ヶ月でシングルス優勝、去年はダブルスジュニアと合わせて3冠達成、まあ、水谷の大会といっても言い過ぎではないと思いますが、今回もダブル取ってますから、はい、もう連続で4冠目ですよ
ダブルスは岸川とのペアで連覇達成。このシングルスも優勝を狙います。第4ゲーム、いいレシーブです。その特にどんなところが良かったですか今のは。この台の中でですね、本当にカッと押し込むようなね、シェイクハンド、あれ難しいんですよ、フォア前のレシーブっていうのは。こういうの手首が柔らかいですね。同じようなパターンで2得点挙げています、はい、水谷。さあ得意のドライブ、吉田チャンスボール、おっとミスしました。これはですね、下を出しましたが、世界で水谷がああいうロビングで大活躍するのを何回も見てるんですよね。ですから自分はそれを食わないためにストップに行ったんですね。ラッポー4連続ポイント。4ゲーム先に取った方がこのシングルス制覇になりますが、ゲームカウント2対1、このゲームの意味というのは宮崎さん大きいんじゃないですか。大きいですよ。はい、このゲームをどちらが取るかによって、まあ、優勝の行方が大きく変わるような大事なゲーム。取った方が有利になるような感じしますね。早い展開、吉田もう一回、よく返している水谷、ネット会場からも大きな拍手、まあ、それぐらい引きつける素晴らしいラリーがありました。すごいですね、水谷は打っても打たれても強いですからね。こうやってわざと打たせるんですよ、こうやって、はい、打っておいでと、受けの強さというんでしょうかね、はい、でそこから逆襲するんですよ。これどうですか、本当にまだ高校3年生ですよ。すごいですね。水谷のポイント。この第4ゲーム序盤の流れ、水谷と見ていいですか。そうですね、もう水谷のペースですね。こういう下回転出してきますから、吉田があんまりいいレシーブできなくなってしまいましたね、はい。まあ、今ネットにかかってアウトでしたけども、今のも水谷のペースでした。そうですね、まあ、吉田はここでですね、やっぱり長いそのロングサービスというのを入れて、もう一度その台上ではなくて大きなラリーで得点していきたいと、そういうのはやっぱ織り交ぜた方がいいと思いますね。そのサービス、長いサーブ、アウトになりました。まあ、ただアウトになりましたが、今みたいなサーブを見せていたい、うん、そうですね、ね、で今ショートしたでしょ。これは水谷がフォアをついてたことが効いてきて、だんだん回り込めなくなってきた証拠なんですよね。あれは回り込みたいですよね、吉田としては。ネット吉田のポイント。サービスの種類も数多くあります。このヤンジーサーブですね。吉田得意のパターン、打たせますよ水谷。ほら、これも返す、アウトになりました。水谷受けて受けてポイントを獲得しました、はい、で最後はわざと打たせるようなボールを出すから吉田が慌てるんですね。3ポイント差、次の1ポイント大きいですね。その大きなポイント、水谷に入りました。5-8吉田のポイント。まあミスしましたけど、いい作戦っていうかね、いい技術でしたね今のね。あ、またこれいいですね。もうこれを行かれると吉田は苦しいですね。フォアに持っていく、そうですね、最後はフォア、はい、今抜かれた時も吉田は一瞬バックに回ろうという姿勢を見せてましたよね。もうあれではもう飛びつけないですね。で下回転からの3球目、ちょっとこう吉田も第1第2ゲームのようにはいかなくなってきました、はい、第4ゲームゲームポイントは水谷。アウト、
卓球はラリーポイント制ですので、ゲームポイントは続いていきます。吉田のミスでもこのゲーム落とすということになりますが、大事な第4ゲーム、ネットイン、水谷が取りました。ゲームカウント11対6、大きな第4ゲームは水谷、最初の2ゲーム失った後2ゲーム取り返しました。そうですね、もう今最後のボールに象徴されるようにネットでは入りましたけど、あのフォア前へのレシーブ、それとラリーになったらすぐフォアにつくというのと、このヤンジサーブ、ヤンジネサーブを中心に、下回転のサーブを中心に攻めると、はい、打たれたらゆっくりボールを上げると、もうこれで見えたと思ってんじゃないですか。これ水谷ですね、落ち着きがあります、はい、この得意のドライブをことごとく返して最後アウト、はい、そのスイング、この回転どう見ますか。うん、そうですね、通常のパワードライブですね、うん、はい、いいですよ、こういう通常のパワードライブもあり、さお、なおその無回転のナックルもある、ナックルドライブもありと、こういうのを織り交ぜてちょっとその、まあ、吉田に考えさせるといいですかね。そうですね、あとはシュートもありカーブもありということですね、うん、相手のフォアサイドに打つときにはシュートボールかけますし、相手のバックに詰めるときはカーブボール使いますしね、でゆっくりつなぐときはナックルボール使いますし、18歳若くしてそれだけの技術を身につける、はい、どうしてこんなことができるんでしょうか。やっぱり本人の想像力なりそういうのがすごい豊かなんだと思いますね、はい、教えてもなかなかできるもんじゃありませんからね、シュートボールカーブボールはできるんですけど、ナックルドライブっていうのはなかなかできませんね、教えても想像力、はい、2ゲームずつを取り合って第5ゲーム、流れは徐々に水谷、この決勝連続ポイント、今度はまた水谷が戦術を変えてきましたね、いきなり長いサーブ出してきたりね、これは吉田がいろんな作戦を考えてきたから、その山を外そうという考えかもしれませんね、成功してます、長いサーブ来た、今のは吉田、あ、いやアウトですね、アウトです、ネットに当たってその後アウトになりました、はい、オーバーしてしまいました、でもいい作戦ですよ、ああいういきなり長いサービスから3球目打つっていうのは、その3球目スリーポイント吉田、今のラリーでも吉田が一生懸命バックでこう押してるんですけど、水谷は平転でこう返してますよね、ああいう表情されると吉田の方も焦ってくるんですよね、また打たせますよ、わざと、これも受けるロビング、ああこれはアウトになりました、はい、ただ余裕を持って返しています、そうですよ、相手が焦ってしまうんですよね、第1ゲーム第2ゲームはですね、吉田のドライブにやられていたんですけれども、あと落ち着いて受けられるようになったのはなぜなんでしょう。やはり心にも余裕ができたんじゃないですか、うん、で吉田のボールの威力に慣れたというか、あーこれもアウト、あーちょっと2本続けてロビングがアウトになりました、はいはい、これどうご覧になりますか。うん、まあそうですね、ちょっと余裕を持ち続けたんじゃないですか通常はねこんな簡単にミスする選手じゃないんですけどね、うん、まあ吉田のフォアハンドに横回転が混じってたということですね、今のはね、まあ打った吉田がちょっと工夫をしたということでしょう。なるほど、はい、吉田もそのあたりその受けの強さを警戒して変えてきている。そうですね、うん、スリー、今のは水谷のフォア側に打ちました。そうですね、吉田としては今みたいに水谷のバックの方にサーブを出して回り込んでフォアを攻めたいというところですね、いい作戦です。長いサービス、あっとアウトになりました。狙いとしては良かったんですけども、そうですね、バックにさっきサーブ出してますから山張られないように今度はフォアにロングを出したんですけどね、ちょっとネットに引っかかってミスしましたね。水谷ポイント、はい、少しもう吉田のパターンを読んできましたね。これをずっと相手のバックに返してたのをすぐこうやってフォアに持っていくようになってきました。これだと吉田にとっては厳しいです。
さあここからの戦い方、吉田、はい、これはアウト。まあアウトになりましたけど、しっかりフォアを攻めてミスしてますから、うん、水谷にとってはいいと思います。ですから吉田としては完璧にその対策できたわけではない、そうですね、ということですね、はい、まだ攻めあぐねてるというところですね。吉田のサービス、ネット際を狙う、セーフ、ファイン。今のドライブ吉田、はい、いいですね、全身を使って。でも吉田はもうあそこしかないので、うん、もうしっかり回って水谷のフォアを攻める、もうそこしかないでしょうね、うん、頭も動き切るということですね。カウンターをされてもそれにくじけずに打ち込んでいくということが彼の戦術にとって大事ですね。これここです、はい、さすがです、はい、水谷。でも吉田にとってあれも仕方ないと、うん、諦めないといけないと思いますね。早い展開からのラリー、はい、これバックに持っていってもフォア抜かれます、うん、フォアに持っていってもこうやって抜かれるんですけどね。それだけもう水谷のコースがいい、はい、ということですね、はいはい、じゃあ吉田が回らずにバックを振って勝てるかって言ったら勝てないから。ですから卓球のスタイル的には断然水谷の方が有利なスタイルですね、うん、現段階ではね。ただし吉田のフォアハンドの威力があるがゆえにある程度 1,2 ゲームはそれが通用したというところです、うん、そのドライブ、これも返す水谷、攻める水谷、徐々に自分の流れ、レスボール、吉田のドライブを受けて受けて徐々に自分の流れに持っていきました。水谷、これが水谷のプレーですね。自分でもドライブで応酬して自分のラリーにしました。まあ日本国内で吉田にラリー戦で勝てるのは水谷だけでしょうね、はい、まあ水谷に勝てるのも吉田だけだと思うんですけどまあそれだけそのトップレベルの決勝戦ということです。そうですね。あー素晴らしい、あーすごい、ギリギリいっぱいフォア側をつきました、はいはい、あーすごい、あのコースね、本当に1センチぐらいのところ入ってますね。アウト、水谷が連続してゲームポイント、5連続ポイントで一気にこの第5ゲームをものにしようとしています。あ、これは吉田が多分こういった攻めを見せたいですね。そうですね、少し逆モーションなりね、少しナックルドライブなり、水谷のフォアに打つにもカーブをかけたりシュートをかけたり回転量を少し落としたりということを入れたいですね。あ、浮いてしまった。第5ゲーム水谷が取りました。ゲームカウント3対2、3-4-5と連続してこのゲームは水谷のペースで進んでいます。はい、もう水谷が吉田のパターンを読み切ったというような感じですね。遅いね、すごいですね。これはまあ今ベンチでいる吉田総監督が指示を与えているのかもしれませんけど、その水谷の天性ですね、試合に対する、まあそういうところの表れだと思います。まあ吉田の方はね、一方ねナショナルチームのコーチの佐藤正樹さんがね、コーチしてますからね、なんとかこの流れを変えたいというところですね。このドライブ、はい、吉田のフォア側ギリギリいっぱいのところ、このコントロール、タイム、これ水谷がですね、もしまあ、北京オリンピックということになった場合ですね、はい、これ中国ですとか、はい、強敵にも十分通用するプレーですよね。十分通用します。であと半年ありますから、はい、あと半年ですごい伸びますからね、人間ね。で彼がそれだけの努力をした暁にはね、中国を本当に追い越す選手になると思ってますからね、期待したいと思います。まあその手始めとしてやばい、香港の、ね、予選をしっかり通らないと。そうですね、アジアで8名しか通りませんからね、はい、そこをしっかり取りたいと思いますね。でそのアジア大陸予選に向けてこの全日本も取って、そうですね、弾みをつけたい、はい、まあ、その前に世界選手権ありますけど、ね、
さあこれ第3第4第5と三谷のペースで進んでいますけれども、まあ、その攻め手がですねことごとく受けられている吉田、はい、どうしますか。もう考えは長いサービスからということだと思うんですけど、1球目を打たれてしまいましたね。でこのドライブをどんどん打っていく、それが返されるんですよ。今やあの決まりましたけど、はい、やっと決まったという、ね、感じなんで、あの精神的にはかなり追い込まれてますよね吉田の方はね。水谷がこのゲームを取りますと連覇が決まります。後がなくなった吉田、アウト、吉田のポイント。額に汗がにじんできます。なんとかして1ポイントを取っている吉田に対して余裕なる水谷、ネットイン。短いサービスできました、はい、今のはドライブ打ちに行こうとしたんですけれども、そうですね、ちょっと変化したんでしょうね、読みと違ったんでしょうかね、空振りしてしまいましたね。あ、うまい、今のはクイックモーションですね。ストップすると見せかけて払ってきた、ここでストップに見せて見せて払ってきた、それでレシーブ崩してしまったんですね、吉田は。こういう短いのを行くともう水谷のテクニックにやられる。今も大きく変化しました、はい、素晴らしいサービス、はい、今もバウンドした後グッとこうフォア側に変わるようなそんなサービスでした。そうですね、でストップした後今度は逆モーションでフォアに持っていくと、本当にこう憎たらしいほどのもうテクニシャンですね。ああ、そしてタイムを取りました。そうですね、佐藤監督からタイムが入りましたね。タイムは各選手1回ずつ、そうです、試合で取れます。はい、このサービスですね、うん、もう3ポイント差になりましたのでこれ以上離されたくないというところ、はい、その水谷のサービス、これはナックルサービスですね、うん、はい、ただし相手には少し切れたように見えたんだと思います、はあ、マークは動いてなかったですね、はい、こうやってゆっくりね見させてもらうとよくわかるんですけどね私どももね1秒間に500コマ撮影できるウルトラハイスピードカメラでお伝えしています。連覇に向けて完全に試合の主導権を握っています水谷。第3第4第5と取ってこのゲームを取りますと連覇。去年は史上最年少で優勝、去年と同じ顔合わせ。吉田のポイント、はい、なんとかドライブでワンポイント。そうですね、まあ、フォアに長いサーブ出すと打たれるし、短いサーブだとテクニックを使われるから、うん、バックに今みたいに長いサーブこれしかないですよね、はい、吉田のポイント。今のところどうでしょう、もう吉田としてはその攻め方で取れるだけ取っておきたいというところですね。そうですね、ただね山を張られたら怖いからまたサーブを変える、うん、そうなるとまた水谷のペースになるという、うん、ところですね。徹底していけるかどうか、少しミドル前でしたね。打たれてしまいましたね。まああれがあるだけにその吉田も考えざるを得ない。そうなんですね。今この吉田の心理状態はどう推測されますか。はい、攻め手がないという感じでしょうね。はい、もう思い切るしかないというところですね。だから水谷はここで今みたいな横回転というのは危ないですよ。思い切る選手にやっぱり下回転を中心に出すということですね。そう、こういうサービスですね。その下回転、あ、出てしまった。ここです、はい、下回転のサービスをしていきましたが、はい、このドライブ、はい、台から出てしまいましたね。レシーブエースを食らいました。吉田連続ポイント、はい、
5点6点7点と取って逆転、はい、吉田はバックに出すか今みたいにフォアに出すんだったら横回転を出して今みたいに払わせといて一生懸命回って攻めていくと、うん、今のパターンでしたらいいでしょうね。ここです、このパターンですね、はい、まあ、その横回転を無理やりストップしようとした水谷はレシーブを浮かしてしまいましたね。これも吉田、はい、5連続ポイント、ね、あの1ゲーム目によくありましたね、バックでのレシーブね、はい、やっと出ましたよね。こういうプレーは多く入れたいですね。後がない吉田、吉田がこのゲームを取りますとゲームカウント3対3で最終ゲームまでという展開になりますが、あネットイン、吉田6連続ポイント、一気にゲームポイントまで来ました、はい、第6ゲーム吉田が取りました。3対3、勝負は最終ゲームへ移ります。よく吉田も踏ん張りましたね。そうですね、水谷が少し攻めきれなかったですね、最後までね、一気にいけなかったですね。その攻めきれなかった要因はどんなところにありますか。やっぱり吉田が少し横回転を多く入れてきたことでしょうね、こういうサーブでアインをそれ払ってしまって、まあ、打たれてしまったということですね。水谷としてはやっぱり小さくストップを多く入れていきたいというところなんですけどね、横回転にを出されると少しそれが難しくなるんでね、まあ、最終ゲームそこら辺をどう変えてくるかですね、お互いがね、まあ、横回転で吉田は来たい、水谷は今度はそれをストップじゃなくて払ってくるかもしれませんね、うん、フォア側に。この第7ゲームのポイントとしてはその吉田はその横回転をいかに効果的に入れるか、そうですね、水谷としてはそれをどう返すか、そうですね、で今度水谷のサーブからもそうですね、もう一回のヤンジネサーブというのを多く取り入れた方がいいかもしれませんね、うん、その若い選手が多く使う、はい、下回転も交えながらのそのサービス、はい、水谷のサービスから、ドライブアウト、水谷のポイント、渾身の力で吉田も打ち込んでいきましたけれども、ね、水谷もこの辺りはさすが、この体勢からそうです、すごいですね、体の柔らかさもね、2人ともワンオー、まあ2人ともナショナルチームですけど両足を広げてね、体はベタッと 両輪でもつきますからね、それだけ柔らかい体してますね、この2人は。このゲームを取った方が日本一。ジャン、もうサーブミス、吉田多いんですよサーブミスが、ここで出ましたね、ショートに来た、ナイスボール、ショートサービスに変えましたね。そうですね、でもまあ横回転だったので、うん、吉田としてはまあ思い通りのサービスですね、ストップされるよりも払われたいということですね、うん、水谷は今みたいにバックに払うよりフォアに払った方がいいです。ネット、水谷のポイント、水谷がこれだけね声を出して試合をするっていうのも珍しいですよ、うん、お互いに連続ポイントは許しません。決めました、受けておいてフォア側に際どいところに返 す、はい、水谷の技術、これ世界レベルという話が宮崎さんからもありました、はい、これです。そうですね、このゲーム初めて連続ポイント水谷、ナイスボール、ナイスボール、いいレシーブでしたけどね、さすが吉田ですね、いいフットワークで飛びついてバックを攻めました。ミスはなくしたいそのサービス、吉田、アウトになりました、はい、ちょっと緊張しましたかね、チャンスだったんですけどね、今のはチャンスボール、得意のドライブがアウトになりました。さ
さあここまで気合の入ってるね水谷も珍しいしね、いい試合になってきましたね。去年はこの水谷のサービスに歯が立たなかった吉田、しっかり研究してこのファイナルゲームまでもつれています。今のはね、いいサーブでしたからね、レシーブが浮いてしまいましたね。もう水谷は今みたいにミドル前、あそこに連続して短いサーブを出していきたいですね。こうですね。ネット、ちょっとこうドライブがネットにかかる、はい、ところがありますが、はい、どうしてなんでしょう、ちょっともう打点が落ちてしまってるんですね。打点が落ちている、はい、もうちょっと前で打てば入るんですけど、コースが分からなくて判断が遅れてしまって、ボールを落としてしまっていると、もうネットまで届かないということですね。ナイスレシーブ。今のもどうでしょう、レシーブちょっとこう、はい、ちょっとナックル気味の打点の高いレシーブですね。こういうフリックレシーブというんですけど、シェイクハンドの選手が一番苦手な技術なんですけど、吉田としてはこの流れを止めなければいけません。4連続ポイント水谷。返して、あーっとこれはアウト、はい、何か今のも余裕を持ってレシーブしています。はい、6ゲーム目だったらあれを後ろに下がってしのいだんですけど、もう後ろに下がらなくてもしのげるという感じが今見えましたよね。もうそれだけ完全にその吉田の動きパターンは頭に入っている、はい、もう読み切ってる、ボールの速さも読み切ってるということでしょうね。恐ろしいですね。リードして水谷のサービス、もう多分も微妙に変化させています。何をやってもダメなパターンになってきたという感じですね。これ一気に行きそうな感じがしますか、はい、もう止めづらいですね。もうこれは吉田のペース、はい、簡単には譲りません。もう本当に今までにない思い切ったプレーですね、これはね、はい、こういうことでもやらないと今の水谷は抜けないと。あ、いいですね、ここでタイムアウト。水谷がタイムアウトを取りました、はい、今みたいな驚くようなプレーがあった時にはこういうタイムアウトでね、流れを変えるというのはすごいいいことなんですよね。まあさすが百戦錬磨の吉田総監督ですね、うん、青森山田高校、数々の有力な選手を輩出してきました。連覇まであと2ポイントと迫っています水谷。最初2ゲーム落とした後3ゲーム連取して、ただ第6ゲームは吉田が踏ん張ってこの第7ゲーム。しかし中身はもうすべて水谷に、はい、もう読まれた内容ですね、最終ゲームはね。さあこのタイムアウトで流れがどっちに動くかですね。タイムアウトを取った方にだけが流れが向くというわけではありませんからね、ということは次の1ポイントどちらが取るのか、そうなんですよ、大きいですね、はい、連覇まであと2ポイント水谷。大事なポイント吉田、まずこれ1ポイントずついくしかありません、はい、吉田ネット連続ポイント。第6ゲームは7連続ポイントでものにした吉田。これ水谷はねサービスで1ポイントでも取らないとまずいですよ。サービス、あっとそのサービスで取りました。さあ水谷連覇に向けてチャンピオンシップポイント。去年は史上最年少で優勝、そして今年も全日本あと1ポイント、アウト。水谷隼全日本2連覇、水谷第3ゲームから完全にペースをものにしました。水谷隼非常に強い勝ち方をしました。素晴らしいですね。1ゲーム目2ゲーム目を見た限りでは今年は吉田がリベンジするかなと思いましたけど、3ゲーム目からはコロッと変わりましたね。
ファイナルゲームまでもつれましたこの男子シングルスの決勝、ゲームカウント4対3、水谷が連覇達成。去年は史上最年少17歳7ヶ月で優勝、そして今年18歳、青森山田高校3年高校生活最後のこの全日本も取りました。